ホビット思いがけない冒険は、ピーター・ジャクソン監督による2012年のアメリカ・ニュージーランド合作のファンタジー映画。J.R.R. トールキンが1937年に発表した小説、ホビットの冒険を原作とした、ホビット3部作の1作目。また、劇場公開版に未公開シーンに約13分を追加した、エクステンデッドエディションを映像ソフトで発表している。 指輪物語を映画化したロード・オブ・ザ・リングシリーズの続編であり、前章ともなる新シリーズの第一作。舞台はロードより60年前の中津国となり、ロードでわずかに語られていたのみだったビルボ・バギンズがガンダルフと共に、トーリン王権シールド率いる13人のドワーフに加わって冒険に旅立ち、竜のスマークに支配された離れ山を奪還する旅を描く。 2012年11月28日にニュージーランドで封切られ、12月12日より一般公開が始まった。脚本はピーター・ジャクソン、彼と長年仕事を共にしているフラン・ウォルシュとフィリッパ・ボーエン、そして2010年までプロジェクトに参加していたギレル・モデル・トロが執筆した。111歳の誕生日を迎えるビルボはある物語を書いていた。それは60年前、 若かりし、頃の自分が体験した遠い記憶の彼方の冒険団である。ホビット賞の袋工事屋敷に魔法使いのガンダルフがやってきた。彼は冒険好きで知られたトゥック王の古い友人だった。彼の血筋を見抜いていたガンダルフはビルボを冒険へと誘う。しかし、元来ホビット族は旅を好まず、平凡な日常を愛する種族だとしてビルボは断った。 その夜、袋工事屋敷に十二人のドワーフ族が訪れた。ガンダルフが彼らの集合場所に、ビルボの家を選んだのだ。困惑するビルボをよそに、ドワーフたちは宴会を始めて大騒ぎし、ガンダルフもこれに興じる。そして最後にもう一人、ドワーフ族の四次トーリンがやってくる。彼らは、蛇竜、スマウグに支配された離れ山の下の国、エレボールの再建を目指しているのだった。 ガンダルフは、忍びの技と、大きな勇気を持つ者として、ビルボを14人目の仲間に選んだのだ。見知らぬ土地でのたれ死になんてごめんだと同行を拒否する、ビルボに、ガンダルフは、真の世界は本や地図ではなく、あの窓の外にあるのだと説得するが、ガンとして受け付けなかった。しかし、一行が旅立った翌朝、急に、寂しさがこみ上げ、彼の心に眠っていた。 冒険心が浮かび上がる。大急ぎでビルボは荷造りをし、一行を追って走り出した。トーリンと契約書を交わしたビルボは、正式に仲間として、旅に同行することになった。旅を始めて早々、ドワーフたちは、ウィリアム、バート、トムの怪物に捕まり食べられそうになるが、ビルボの起点とガンダルフの助けで難を逃れる。同じ頃、かつてトーリンの祖父スロールを殺した、多くの王。 アゾグが彼の首を狙い手下たちを差し向けた。ビルボたちは魔法使いラダガストがおとりとなっている間に逃げようとするが、オークたちに気づかれてしまい岩の下に逃れ、エルフが暮らす酒谷にたどり着いた。ガンダルフはエレボールに戻るための地図の解読を領主のエルロンドに頼もうとするが、トーリンはスマウグ襲来の際にエルフの王、スランディルが助けてくれなかったことから、 エルフに助力を交うことを拒否した。しかし、ガンダルフの説得で地図の解読を依頼したトーリンは、地図の解読が終わるとすぐに仲間を連れて、酒谷を離れた。同じ頃、ガンダルフは、ガラドリエルとサルマンと会談し、中津国に闇の力が迫っていることを伝え、トーリンたちの後を追う。トーリンたちは、霧降り山脈で一夜を過ごそうとするが、トーリンから、 足でまといと言われたビルボは、意気消沈して、ホビットショーに戻ろうとする。ボフールと別れを交わして帰ろうとするが、直後に、ゴブリンの罠にかかりドワーフたちは捕まってしまう。ゴブリンの狩領である大ゴブリンは、トーリンを引き渡して、懸賞金を得ようとアゾグに使いを出す。一方、洞窟の奥深くにある地底湖に落ちたビルボは、そこで、ゴラムとデクわし、彼が落とした一つの指輪を拾う。 ビルボは、指定庫から脱出して、東林たちに合流するため、ゴラムに謎かけ勝負を挑み勝利するが、指輪がないことに気づいたゴラムに襲われ、指輪をはめ姿を消して逃げ出す。同じ頃、追いついたガンダルフによって助け出された東林たちも、洞窟を脱出し、ビルボは彼らに合流する。そこに、アゾグが現れ、東林たちは、木の上に逃げるが、東林は木を降りて、 アゾグに一騎打ちを挑み破れる。ビルボは止めを刺そうとするアゾグに立ち向かいトーリンを助け、ガンダルフが呼んだ大足によって、多くたちは蹴散らされる。アゾグから逃れたトーリンはビルボに、足でまといといったことを詫び、改めて仲間として受け入れる。仲間として迎え入れられたビルボは、トーリンたちと共に離れ山への旅を続ける。ッコ内は日本語吹き替えピーター・ジャクソン監督、脚本。 制作によるロード・オブ・ザ・リング三部作が商業的、批評的に成功した数年後、JRR トールキンの小説、ホビットの冒険の映画化企画に入った。ジャクソンは当初、制作に回り、ギレルモ・デル・トロがホビットに部作を監督する予定であった。デル・トロは、ジャクソンら制作チームと共に約2年の作業に関わるが、2010年5月に、 メトロゴールドウィンベイヤーの財政難問題で撮影開始が遅れていることを理由に監督を降板した。同年10月にジャクソンが監督することが発表された。ホビットシリーズはロード・オブ・ザ・リングシリーズのように全作文一気に撮影される。主要撮影は2011年3月21日にニュージーランドで始まり266日の撮影を経て、 2012年7月6日に完了した。思いがけない冒険のピックアップも同様に2012年7月に行われた。思いがけない冒険の作業はウェリントンでのプレミアの2日前の11月26日まで行われた。思いがけない冒険の音楽はハワード・ショアが作曲した。2012年12月11日にオリジナルサウンドトラック版が発売された。 通常版と特別版の2種類が発売され、どちらも2枚組である。録音はロンドンのアビーロードスタジオで行われた。ロード・オブ・ザ・リングの一部の音楽が再利用されている。通常版特別版特別版では6曲が拡張され、ボーナストラックが6曲追加された。1本目の予告編は2011年12月21日、ジャクソンが制作した映画、タンタンの冒険。 ユニコーン王の秘密のアメリカ合衆国での上映時に公開され、また同日にインターネットでも公開された。ジャクソン、フリーマン、マッケラン、アーミティッチ、アーキス、ウッド、フィリッパ・ボーエンらは2012年のコミコン、インターナショナルでプロモーションのために登場し、また12分のフッテージが上映された。2012年10月8日、思いがけない冒険のプレミアが行われる、 ウェリントン市長のセリア・ウェイド・ブラウンは1週間限定で都市名をミドル・オブ・ミドル・アースに改名することを発表した。ワールドプレミアが行われたウェリントンのエンバシーシアター街に設置されたスタンディ。ワールドプレミアは2012年11月28日にニュージーランドのウェリントンで行われた。ニュージーランドでは2012年12月12日に公開された。 ヨーロッパでは12月13日、インド、カナダ、アメリカ合衆国、日本では14日、オーストラリアでは26日に公開される。2012年12月12日には、第65回ロイヤルフィルムパフォーマンスで上映される。約10万人がこの映画のプレミアのために、コートニープレイスのレッドカーペットを並んだと言われ、イベント全体は、ニュージーランドのテレビ中継だけでなく、 インターネットでストリーミングもされた。ワーナーブラザースは2013年第4四半期にエクステンデッド版のブルーレイと DVD を発売する予定である。日本での発売アイテム発売元はワーナーホームビデオ。2013年3月9日時点で全世界で10億149万5997ドルを売り上げている。 アメリカ合衆国とカナダでは2012年12月14日に4000巻以上で封切られ、初日深夜2300万ドル、初日全体で3750万ドルを売り上げ、ロード・オブ・ザ・リング・王の期間の3450万ドルという12月の初日興行収入記録を塗り替えた。初週末3日間では8460万ドルを売り上げ、アイアム・レジェンドを超えて、 12月公開作品としては歴代最高の初動成績となった。ありがとうございます。